夢ラジオ第365回、今日は平成29年4月22日土曜日、時刻は午後5時半、横浜港北、雨が降っていますね。今日は午後緑道走りに行きましたが、走ってる途中で雨降ってきましたね。その雨が今も降ってますが、強い雨ではありません。今日の夜半には止むという予報、ちょっと湿らせる程度ってことでしょうか。土曜日夕方、まだ外には日があります。そんな横浜港北見ながらの夢ラジオ、今回は日本史のお話、統帥権看板問題取り上げます。統帥権看板問題、昭和5年ですね。1930年のロンドン条約、ロンドン軍縮会議ですか。その時に持ち上がった話題です。昭和5年ですから、浜口内閣、民政党ですよ。それは押さえておいてください。統帥権というのはもう戦後の日本では使われない言葉になりましたが、まあ、軍隊を動かす権利ということ、軍隊を動かす権利で、戦前大日本帝国憲法においては、天皇にその 権限がありました。ですから統帥権は天皇にあって、だから統帥大権と呼ばれたりもしました。言い方を変えれば、現場の大将あたりがですよ、軍を動かすことはできなかったんですよ。特に国境をまたいで軍を動かすことはね。ですから、満州事変の時に朝鮮軍ですね、朝鮮軍が、日本のですよ、日本の朝鮮の駐留軍が満州事変をね、応援するってことで国境を越えて満州に向かったんですよ。林大将の時です。で、これ昭和天皇の裁可受けてません。ですから統帥権看板問題っていうなら、昭和5年のロンドン条約のではなくて、その翌年のね、昭和6年の満州事変における朝鮮軍大将の司令官の林大将の、これこそ統帥権看板問題となるべきなんですよ。まあ、もちろん結局歴史というのは人の心を動かすもので、で、人の心というのはそれほど厳密なものでもありませんからね。前の年にはもうあれほど口やかましくメディアも世論も統帥権っていうふうに言ったくせに、翌年の満州事変で、その時の天皇の裁可なしの統帥権の看板、つまり朝鮮軍を満州軍に編入させるという不問に付されたわけですね。軍法会議にもかけられませんでした。ただし、まあ、党の林大将はですね、これで俺は死刑になるかもしれないみたいなことは言っていたようですよ。後に首相になりますけどね、この人。その統帥権看板問題なんですけど、ロンドン条約ですね、10年ほど前のワシントン条約で、戦艦の比率が英米10
日本6と決められたんですよ。英米10、日本6と。なんか屈辱ですね。それから10年以上経って、今度は補助官ですね。補助官の数が英米10、日本6.975とこう決まったんですよ。で、このロンドン条約に臨む前、日本政府の方針では、英米10、日本7、これは死守するんだってこと。で、6.975ですから、ほぼ、ね、ほぼ、満額回答なんですよ。だけど、残りの0.025足りないからね。その足りないものを勝手に結んできた政府は、統帥権を看板していると、ね、天皇の統帥権を看板していると、7と決めていて、その天皇の裁下降りているものなのに、6.975で結んできたということは、勝手にですよ、政府が。それは統帥権の看板なんだという、よくわかんない話が持ち上がって、しかも当時のメディアがそれを大々的に書き立て、世論もその気になっちゃったから、結局統帥権看板問題っていうのが日本史に記されることになっちゃったんですね。高校日本史で習うと思いますよ、これ。何度も申しますけど、7に対して6.975はもう外交という世界で言うのならば、もう大成功じゃないですか、目標達成という。だから、残りの0.025が足りないっていうのは、ためにする議論ではあったんですね。では、ためにする議論っていうのは何のためにしたんだ。当時の民政党内閣を揺るがそうというね、当時の民政党内閣、浜口内閣ですよ、揺るがそうという立憲政友会からの、要するに政局だったんです。犬養毅とか鳩山一郎とかがこの時、この看板問題を取り上げましたね。どうでもいい話を。だからさすがに民政党内閣もね、そこまで言われて、だけどもうロンドン条約は結んできたわけですから、どうしようもないと。で、日本の政治が停滞すると。これが昭和5年、1930年の状況。政治が停滞しちゃったんですよ。浜口内閣はもう結んできたわけだから、対外的にもう今更やめますとか言えない。で、国内的には、その、ね、わずかな割合のことをごたごたと言ってくる野党、立憲政友会があると。結局、政党政治じゃダメだという、そういう雰囲気にしまいになったんですよ。民政党ダメ。だけど、立憲政友会もダメと。で、翌年満州事変が起きて、軍人がイニシアチブ取ったなら、もう国民もね、そっちで行こうみたいな、軍人に任せといた方がいいと、行動力ある、実行力あると。で、それから軍人出身の内閣ができるようになりました。もう立憲政治が放棄されたんですよ。斎藤内閣、岡田内閣、そうでしたね。ということは、統帥権看板問題っていうのは、日本史の中で歴史的意義という点では、政党政治の、当時のね、当時の政党政治の、グダグダぶりを国民の目にさらしたという、そういうことでしょう。何度も言いますが、0.025の割合なんかどうだっていいし、それがどれほどの意味を持つかは、ね、国民には分からないはずだったんです、政治家にも。
だけど、そのわずかな違いを政局にして与党を倒そうとする野党、これだったら軍人に政治任せてしっかり世の中動かしてくれた方がいい、国民はそう思ったんですね。ですから、そうですね、大正デモクラシー、大正政変から始まって20年ぐらいですか、20年弱の、立憲政治が、この1930年、昭和5年の統帥権干犯問題あたりを境にして終わりに向かったっていうこと、残念ですね。ちなみに統帥権っていうのは、さっきも言った軍を動かす権利で、その最終的な権利の源、権利は天皇にあったんです。それはその通りなんですよ。ただしそれは昭和天皇がね、例えば何でもかんでも自分で決めていた軍の差配をということではなく、やはり立憲君主制明治からずっと取っていましたから、それは軍を動かす時、あるいは戦争の決定においても同様で、最終的には明治天皇あるいは昭和天皇も軍人が出してきたものをね、認める。それに対して何かの言葉を言うことはあっても、それを却下したり、それはできなかったんですね。天皇とはそういう位置づけだったんです。その意味では大日本帝国憲法の頃から、天皇は象徴だったと言ってもいいでしょう。つまり統帥権というのはもともと、表向きはね、建前は天皇にあったとしても、実質的にはやっぱり軍が決めていたんです。とはいえ、最終的な天皇の裁可があるない、これは重要なこと。だからその裁可もないままね、軍を越境させた満州事変における林のね、行動は、実はこれこそ干犯問題なんですよ。そして今日のテーマ、ロンドン条約においてね、わずかな割合の妥協を外交的に図ったということ、これは軍を動かしたりもしていませんので、これを統帥権の干犯と呼べるかどうかは実は微妙なんですね。結論的にはこうなると思います。統帥権の干犯と呼べるかどうか難しいロンドン条約の批准において、メディア世論が大きく騒ぎ立て、逆に翌年の満州事変、ここそ本当の干犯問題であったはずなのに、ここではなぜかメディアも世論も不問に付したどころか、お、満州事変いいな、やれよやれよ、という、そっちに動いたということ。まさにメディアも世論も行動の指針とするに値しないという良い例でしょう。ちなみに、張作霖爆殺事件もそう、1928年、満州事変もそう、1931年、国際連盟脱退もそう、1933年、226事件もそう、1936年、とうとう、これらのね、軍部独裁に至ると言っていいでしょう、軍部独裁に至る道の、その過程において、実は世論の大きな支持があったんです。当時の世論の。世論はこれらのね、満州事変も、連盟脱退も、連盟脱退の前の515、連盟脱退以降の226も大きく、支持したんですよ。その軍人たちの行動を。その支持あったからこそ、その道を当時の軍人たち歩めたというふうに言ってもいいですね。教訓とすべきではないでしょうか。夢ラジオ第365回、もう暮れゆく
横浜港北を見ながらの放送。昭和5年1930年の統帥権甲板問題を取り上げました。今から宵闇降りてきます。